カワウソ号公開日誌。はい、カッパでございます。ですね、だいぶ前にカワウソ号の魚探をですね、なんやからいじくって直したという話をアップしておきましたら、ヨットの仲間からですね、これもなんとかなるんじゃないかと言って、これフルノのね、GPS プロッターなんですよ。すんごい古いと思うんだけど、これを渡されまして、これももしかしたら治るんじゃないかっていう、そういう魂胆で渡されまして、開けてみてくれというふうに渡されました。もちろんですね、こんなものが治る保証はどこにもないんであれなんですけど、ひとまずですね、預かってきたので、今回はですね、これをばらして、でちょっと見ていきたいと思います。ただこれね、なんかクラブハウスでね、開けたらしくてね、中途半端に開いてるんですよ。こうやってなんか途中までばらしてやめたらしいので、困るんですかとりあえず本日はこのですね、GPS プロッター、ものすごく古いと思います。カワウソ号の魚探と同じぐらい古いと思うですね、GPS プロッターの方をばらしていきたいと思います。ばらすだけで終わっちゃう可能性があるんだよね、これ。とりあえずね、何が悪いのかもわからないしね、果たして現状がどうなのかというのもですね、ちゃんと分かってないんです。壊れたものはね、できるだけ壊れた状態で渡してもらわないと、壊れたというかね、現状で渡してもらわないと、最初の状況がわからないから非常に困るというですね、この、まあ修理屋としてはね、一番困るパターンの修理ですね。私は修理屋じゃないんで、本業は全く違うことやってるんで、ですね、本当に治るんだろうか。フルノの GP1650W、というやつですね。これ何年なんだろうな、何年ものかは書いてないんですよ。書いてないけど、相当に古いというのはこの箱体を見てもわかる。だいたい液晶がこの大きさだからね、これもカワウソ号の液晶もね、こんな感じだったんで、多分年代的には似たようなもんじゃないかと、2000年前後ではないかと思われます。うわ、これ外れないじゃん、どうやってやんだよこれ。これだ、これごと外れるんだよ。っこれ一応水のシールドがしてありますね。こっちに置いておいて、これはこのままボコッと外れて、コネクトがこいつか。よっ、これは何事もなく外れるタイプか。外れて、でこれが裏側なので、ぶっちゃけ見てもよくわかんないんだよね。ちょっと置いときます。置いておいて、渡した本人曰く、ここにね、電池が入ってるんですよ。この電池が切れてて、でおかしいんじゃないかという話でした。まあそれはね、魚探を直した時にもデータ保存用の、電池のお話をしたんですけれども、果たしてそれが原因なのかどうかは分かりません。まあGPS プロッターに関してはね、
今あのニューペックっていうですね、チャートのアプリがありますんで、ぶっちゃけあれとね、安いアンドロイドの中華パッド、水にかかって壊れてもね惜しくないやつ、これを組み合わせるのが最強の組み合わせだと考えてます。もちろんのことカワウソ号もですね、それでやってあります。こんな古いプロッター、しかも画面が小さいのに執着することは全然ないと思うんですけど、まあ、何か、とりあえず預かってきちゃったのでバラしていきたいと思います。まあ昔からねこういうことは好きだったんですけどね、最近私も年を取ってきてね、こういうことがねだんだん面倒くさくなってきて、いまいち興味が薄れてきたという悪い状況になっております。よっ、しよし、あ、これか。よっよっよっ。ちなみにこういうものをばらすときは全然あのおすすめしませんので、皆さんぶっちゃけね、今のやつはもっとむちゃくちゃ細かく入ってるんでとてもじゃないけどばらせないんですけど、これこういうものばらすのね全くおすすめしません。直せなくなる可能性の方が高いです、正直言って。なので壊していい覚悟の人、しかですねばらさない方がいいと思います。これだな、このバッテリーか。見た目ね、ちょっと待ってね、私もですね目が悪くなってきて見えないんですよ、細かいところが、老眼がね入ってきて全然見えないんで、これですね、あのなんとかルーペとかっていってものすごい高いのあるんですけど、これは全然安いです、1800円ぐらいでネットで買ったやつです。これで基板をですね今から見ていきます。前の時にも話しましたけど、あのねこういう類の故障で一番まああの多いというかパターンとしては、まずねあれなんですよ、あのこういうねコンデンサー、まあ大体これは電源部にあるんですけど、このコンデンサーの老け、膨らんでたりとかですね容量が抜けてしまうというパターン、それからもう一つ原因として多いのは、このね基板の割れなんですね。でこれはね多分そんなに古いやつじゃないからいいんですけど、今のねコンピューターとかになるとこの基板がね何層にもなってるんですよ、何層にもなってて、そのどこかが割れているという基板割れというのが一番パターンとして多いんですね。なので、まあこれぐらいのねもの見てて素人が直せる程度っていうのは、コンデンサーの老けを探してコンデンサーを変えるか、まあ前回カワウソ号の魚探でもやりましたけど、ハンダの割れね、これはちょこちょこあります。ハンダの割れ、そして、基板のね、割れ、これを、まあ、目視で、チェックするぐらいしかですね素人ができることはありません。もはや、ね、それ以上になったらねぶっちゃけ新品買った方が安いです。さっきも話した通りで、この GPS プロッターをね、直すよりも、まあ、2万円ぐらいの中華の iPad、中華ですね、中華の Android パッドを買って、で、月々960円のニューペック、これを入れてですね、で、ダウンロードして、濡れないようにね、防水ケースに入れて使うっていうのが、一番経済的で、一番安全です。ニューペックはね、月960円で、まあチャートとかなんかにね変更があった場合も自動的にねっていうか落とせますし、
それからチャートのね切り取りも可能なので、むっちゃけそれがね一番いいです。なので皆さんもね、もしこんなものを直したいという方が見えたらですね、まあ開けてみてコンデンサーの不正、コンデンサーの不正、それからですね、なんだっけ、ハンダの割れ、ハンダのクラックね、それから基板のクラック、まあこの辺をですね見てもらうといいかなと思います。まあ大体よくあるのはね、電源部が焦げてたりだとかね、そういうパターンが多いんですけど、どうなんだろうな、これあ、これメイドインジャパンなんだ、振るのも大したもんだね、この時代はまだメイドインジャパンなんだね、メイドインジャパンって書いてあるんですよここに。今どこで作ってるか分かんないもんな。おー、オキノチップ、そしてフルノって書いてある IC なんで、これはフルノのオリジナルで多分作らせたんですね。これジャパンってなってるから、フルノオリジナルで日本国内で作らせたんでね、この当時。すごいな。これはシリウスロジック、シリウスロジックで、これは台湾ですね。あ、でも ARM って書いてある。 ARM の IC なんだ。 IC とか LSI っていうかね、どっちか分かんないけどね。へー、これはなんか頻繁調べるとなんか出てきそうですね。うん、クリスタル、あ、シリウスロジックって今知らないけど ARM は分かるもんね。これメモリーはサムソンだね。でもとりあえず見た目では割れているところはないですね。ないで、あとね、もう一個基板があるんで、これはね、まあこれは出力、あ、これ入力か、入力で並んでるんですけど、これどっちだっけ、これから見ていくと、こっちが電源で、これが NMEA の出力、それからこっちが DGPS、ディファレンシャル GPS ですね。ディファレンシャル GPS の入力。これはね、2つは使ってないんですよ。だから NMEA の出力と、ディファレンシャル GPS は使ってなかった。で、こいつがアンテナになってるんで、こいつがね、GPS のアンテナにつながってます。あ、これなんかグラグラしてるじゃん。グラグラしてるけど、ちょっと待てよこれ。これはちょっと怪しいな。これ見えるかな。このね、このところのハンダがちょっとよれてます。これは多分、画像では分かんないと思います。ちょっとよれてるな。ああ、これ浮いてるわ。これを見せるのはちょっと大変だね。ちょっと待ってね。よいしょ。だって見えるかな。これですね。これ。ここなんですけど、これこうやってカタカタカタってやるとここが揺れてます。あ、こっちだ、こっちだ、こっちだね。こっちがね、こうカタカタカタってやると揺れてます。わかるかな。これ。これハンダ不良ね。これがまあ割と多いんですよ。割と多い。それからこれがね、こいつがほぼ電源部です。電源部はこのようにね、見にくいな。このようにコンデンサーがいっぱい並んでるんですよ。コンデンサーと、それからまあこれはトランスね、トランスで、なんか。トランジスタ、パワートランジスタですね。これなんかね、最近ね、みんな言い方がいろいろで、よくわからなくなってますけど、まあこの時代の古いやつだから、まあいわゆるパワートランジスタがついてます。で、この辺の、まあコンデンサーがね、抜けてるっていうのが多いんだけど、これ膨らんでもなんでもないんで、多分関係ないですね。ですので、まずは一箇所、ここのね、ここのですね、これ、ハンダ不良。
これです。この2箇所、2箇所ハンダ不良ですね。3箇所だな、こっちもだな、これも、これ、これ、これがですね、ハンダが浮いてます。これがまず1つ犯人。よいしょ、1個目っけ。それで次にチェックしたいのは何かというとこれですね。こいつが、こいつが、こいつが、組み込みじゃないといいんだけど、ちょっとこれね、こいつは組み込みじゃないといいんだけど、ちょっとこれは心配なので今からバラして電圧を測ります。よいしょよいしょ。まあ実を言うとね、あれなんですよ、自分のね部屋よりもねカワウソ号の方がね道具がいっぱいあるんですよ。こいつはシールが貼ってあるから、よっ、よいしょ。しかしあのカワウソ号の魚探を直したあの画像をですね、なんか最後まで見てたらしいんで人がいるというか、あれね確か2時間だか3時間だかね、むちゃくちゃ長い画像で、まあ誰も見ねえだろうなと思って流してたんですけど、見てたんですね。しかも見てた挙句にね私に持ってくるというね必殺技をやってくれたんで、まあ、基本的にカワウソ号公開にし、よいしょ、うちの一般でね見てくれてる人も多いと思うんですけど、うちのヨットクラブのメンバー向けに作ってる部分も大体ありますので、ありがたいことですよよ。これいつのですね、これねホットメルトでね固めてあるんですよ、動かないように。これホットメルトで後で固め直さないとダメだな、とってもよっ。でホットメルトがこの部屋にあるかないかっていうとね、実はあるんです。これね、よいしょ、熱でね溶かしてやるやつなんだけど、まあこの部屋にもあるんで、後でもし交換したらホットメルトで埋めます。これで外れるはずなんだけど、いやいや、バラしていかないといけない、バラしていかないといけないけど、まさかの組み込みじゃねえだろうなこれ。溶着してあるか、あー溶着してある、あひゃー、溶着してありますね。ということはこれごと変えないとダメか。これは手配するのがめんどくさいな。まあいいか、ひとまず電圧を測りましょう。よいしょ、直流のボルト、こっちがプラスだよな。CR のね2450だから汎用のね、汎用のあれなんだけど、溶着してあるタイプなんですよこれが。こいつはプラスでこっちはマイナス。ゼロボルトだ。ゼロボルトで、この電池はですね完全になくなってます。なくなっ
ってるので、これを変えなきゃいけないのはちょっとめんどくさいな。ちょっとこれは手配します。ネットでね注文して、この台座ごとね、台座ごと外すしかないですね。これはしょうがないよな。これとりあえずこれ多分これはねデータ保存用の電池だと思いますけれども、まあ、これ今 0V になってる、多分これ20年ぐらい前の機械なんで、さすがに20年は持たないです。ちょっとこれはね後で探してみます、ネットで。それでその前に修理したいところがあって、それはさっき言ったここですね。これのねハンダの壊れたのは先に修理ができるので、こちらを先にやります。これはガタガタになってるからダメだ。はい、というわけでハンダごてが出てまいりました。ただこれハンダだけじゃどうしようもないから、フラックス持ってこないとダメだな。ちょっと待ってくださいね。うるさー。3箇所ダメですね。ちょっと見にくいかなと思いますけど、3箇所ダメですね。こことこことここのね3箇所のハンダがいて、1箇所だけで止まってる。だけどこれがですね、普通にハンダがついてくれればいいんだけど、あんまりこういう古いやつはですね素直についてくれると思えない。よいしょ。これね、フラックスというんですけど、これをねちょいとつけてからねやった方がねいいんじゃないかなと思います。よっ、まあこういうことはね昔の、よいしょ、電子工作やった人は皆さんご存知だと思うんですけど、最近の若い人知らないんだよねもうね。ちょっとショック、ちょっとショックというか大分ショックなんですけど、私なんかはえってかって言って、よいしょってつけて、でそれからやらないとダメな気がする。よいしょ。ハンダもねあんまり使わないんでね、これグニャグニャになってるんですよ。ハンダも最近高い、まあ最近って言っても私が買ったのはね30年前とかで、そんな時代なんで高くなったよなと思います。よっ、まだダメだな、全然あったかくない。あとのところも念のため見ておくけどね、多分これはね GPS のアンテナの端子なんで、やはり抜き差しをごちゃごちゃやってるうちにね動かしたんだと思いますね。あとはいいと思うけどな、いいと思うけどな。まあ昔の話だけどね、うちの船のヨットのね冷蔵庫はですね、バッテリーで動くかと思って試したら、電圧が落ちたらね、これパワートランジスタが吹っ飛んだっていうで事件があって、イギリスのメーカーにね送り返したんだけど、全然直す気がないらしくて、受け取りもせずにそのまま帰ってきちゃってね、仕方がないんで、このパワートランジスタを一個一個調べてたら抜けてたんで、で部品だけ買ってね自分で直したっていうことがあります。だからこれ抜けてるとね分かんないから困るんですよ。テスターで一個一個追ってってね、それであの原因箇所を調べるってことやったことがあります。そんなめんどくさいことねぶっちゃけやりたくないん。さてそろそろいいかな、いいね。はい、ではですね反対やっていきます。いいよ、あ、まだだな、全然熱がない。ハンダをよく温めてから、ちょっと待って、これギュッと押しといた方がいいな。あ、ダメだ、これ4つともダメやん。
雲がとがったわ。ダメだね。これがダメだったんじゃないのか。電池云々は。この電池も変えなきゃしょうがないもんな。下のものが大きいから熱がダメだ。もうちょっと待ちましょう。もうちょっと待つのと、小手先が汚いから洗わなきゃいけないんだこれ。よいしょ。よっこらしょと、小手先が汚いので今ですね、キッチンペーパーに、キッチンペーパーを湿らせて持ってきました。さてやってみるか。全然乗ってくれない。全然乗ってくれないですね。まだ熱が足りないかな。チチチチチ、オッケー。ちょっと閉じちゃうみたいな。よし。ちょっと熱が回復するのを待ちます。これでいいよね。あちちちちちあちあちちちちちちちあちこんだけ熱くなってれば大丈夫だ。熱っ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 熱いの冷めるの的。あちこっちがね、ちんまあ、チンチンって言うとこれ名古屋弁になっちゃうけど、熱いのこれ。熱かった。こ
んだけ熱が通ってれば大丈夫だ。ちょっと待ってね。いやー、熱かった。あー、熱い熱い。まあ、ハンダってね、あれなんですよ。つける方とね、てかこっちがね、熱持ってないとくっつかないんで、基本的に。熱くしなきゃいけないんだけど、まあ今のね、電子機械なんかは、これはもう、あまり熱加えるとぶち壊れるんで、それ専用のね、やり方があるんですけど、まあこの時代の機械はね、何やっても平気というか、熱耐性は強い。あちちちち、まだ暑いな。しばらく待ちます。うるさー。はい。ですね、この電池はいずれにしても変えないと仕方がないので、CR のね、2450の端子付きですね。これはいずれにしてもこれ探すしかないので一旦外します。ハンダをですね、よいしょ、ハンダを冷ましてしまった。溶かして端子ごと、あちちちよっ、よし、外れた。外してですね、これを探します。この端子付きね、まあだいたいネットで検索すると出てくるんで、このねボタン電池のナンバーと端子付きってやるとだいたい出てきます。このものね、あれなんですよ、ぶっちゃけ特注品を作るほどねないんで、ないというかね、作るわけがないんで汎用品使ってますから、どこかで探せばあります、だいたいね。はい、ということで今からちょっと探してきます。うるさー。はいはい、というわけでですね、今このですね CR2450 のですね端子付き、今ネットで探して注文しました。1個ね120いくらのものなんですけど、まあ当然のことながら送料の方が高くつきます。これが即日出荷なので今日出荷してもらえると思いますので、明日には着くと思います。まあこれ到着まではですね、1日待ちたいと思います。うるさー。ということでですね、昨日注文して先ほど物が届きました。この電池なのですが、1個ね、いくらだっけ、117円なんですけど、送料が650円かかってます。まあ、送料の方が高いね。これワンチップワンストップというですね会社から取り寄せました。昔もねここで物を買ったことがあって、会員になってるんですね。会員登録してあるんで買い物はこれにしました。なんか厳重に入れてあるな。厳重に入れてあると切るのに困るんだよな。いや、ちょっとカッターナイフを持ってきます。よっ。ねえ、ハサミとカッターナイフを持ってきたんで、チョキチョキチョキと。よっ、あ、これですね。1個しかいらないんですけど。こういうのは1個で頼むと大抵失敗するので2つね、買いました。今からですねこれを入れていきます。それでもう1個は予備で取っておく。これを1個とかでギリでギリで買うと大抵ろくなことにならなくて、ミスった時にねアウトになります。ではまずですね、念のため、よいしょ、念のため電圧を測っておきます。一応
いいでしょ、終わったやつ、全部ですね袋に入れておいたんでちょっとガサガサうるさい。ハンダの用意をして、ハンダ付けの用意をしておいて、でこれとハンダがコテが温まるまでの間に一応ですね電圧を測定しておきます。まあここで買ったものなの、買うものなので、絶対間違いはないと思うんですけど、どっちがプラスだっけ、こっちがプラスか、こっちがプラスでこっちがマイナスだな。はい、 2.9V あります。 3V、まあ、あるので大丈夫ですね。よいしょ、このあれなんですよ、テスターなんですけど、よくね電源をオフにせずにねそのまま置いといて、いざ使おうと思った時に電池が切れるっていうことよくあるんで、必ず使ったらねゼロに戻しておきましょう。よいしょ。さてというわけで、ここにですね当てはめていきます。本当はあれが欲しいんだけど、本当はね古いハンダをね取り除くメッシュが欲しいんですけど、あいにくとねそんなもの持ち合わせていなくてね、今仕方がないので適当にやっていきます。やっぱり入らないみたいなので、今からですねちょっとハンダをね吸い出します。適当なコードの、ね、切れ端を持ってきました。これで温めてですね、まずハンダの古いやつを取ってしまいましょう。これは本当はね網線をね専用のねやつがあるんですよ、網があるんだけど、しばらく電気工作なんてやってないからのがない。ああ全然入っていかない、ね、全然入っていかないのは、こっちにですねちょっとフックスつけてやって、だんだん雑になってくな。再現象で拾ってくんですけど、いまいち抜け切ってくれない。パン裏まで抜けないよね。ちょっと試してみます。こっち先にやるか、こっちちょっと掃除しとこうか。上がってきてくれないよね。なかなか上がってきてくれないですね。この辺りが限界なのでちょっと刺してみます。どっちからやった方がいいんだろうな。こっちを刺してみようか。よいしょ。ほんとね2分1本なんですよね。やってると熱くなっちゃうんで、
だい、よし、行った。全然入ってくれないんですよ。しょうがない、こういうやり方をしてほしくない。あちちちち、あ、これでおしまいだな。これでおしまいで、もうちょっとハンダを持ってやらないといけないな。持ってやりましょう。はい、これでですね、電池がつきました。ちょっと待ってね、今ですね、これやります。よいしょはい、今これでですね、基板の上の電池がつきました。まあこれはね、おそらく、まあ記憶保持用のね電池だと思います。でこれもまあ見てわかる通り、根元まで差し込んであって、裏もですね、表も、今どっちが裏なの、こっちが裏か、こっちが裏も、表もついたので、これでいいと思います。はい、というわけで今から元に戻していきます。どういう形だったか全然覚えてないんでね。まずですね、ハンダを片付けてきます。こっちが危ない、熱いからね。よいしょ。うるさー。はい、じゃあ今からですね、組み立てをやっていきます。全然記憶がない。これとこれがなんかぴったりなんだけど、これを入れようとするとね、これがね、これ多分シールドなんですけど、ここのね、バッテリーの縁が当たるんですよ。なので一応この上をね、ちょっと絶縁しておきます。絶縁しておきます。まあマイナス側だから多分いいんだろうけど、万一のことがあると怖いな。ので、よいしょ。そういえば前の電池はなんかシールドがしてあったね。よいしょ。こっち側が当たるのが怖いんだよね。ここが当たるのが怖いので、もうちょっとやっておきます。まあ電気のシールドはいろいろと言う人がいるんですけど、要は触れなければいいと。ですね。よいしょ、よいしょ。でここにもう一枚貼って、で触らないようにしておくと。こんな感じでですね、絶縁しておきます、ね。でこの上にこれをかぶせるということですね。多分これで合ってると思うんだけどな。よいしょ、ちょっと入れてみます。爪があるんですよ。爪があるんでこれが入ってくれればいいはずなんだけど、よっ、入った。ここも入った。入りました。多分これでね、一つのパッケージになってるんですよね。問題はこれがどこにつくのどこにつくの。これ当てちゃまずいよね。これどこにつくんだ。これが、これが、これか。あ、これっぽいな。これにつく、これにつく、これにつく。あ、なんとなくそれっぽいね。ちょっと待ってね。1、あ、これでいいんだ。これではまるんだ。
これでハマるんだ。これでハマるけど、ちょっと待ってよ。これをはめる前に、よっ！これをはめる前に、下をはめとかなきゃいけない。ちょっと待って。順番的に間違ってる。順番的に間違っていて、これをはめなきゃいけないんだ。これがこう来るんだな。よっ！これだ。こうなって、これは、ここにぶち刺しでいい。これはここにぶち刺しでよくて、これだな。こいつはこれだな。こいつはよくこらせと引っ張っておいて、よいしょと刺して、で、平行に奥まで刺さったところで、よいしょと。よし、はめた。これでいいね。で、あとはこれだけど、こいつは、こっちからクリア。あ、1個あったな。どれだ。1個あったぞ。1個あったぞ。これだ。これですね。これがどうなっとるんだ。こうかな。ちょっと待ってね。よっ。なんでもかんでも外しちゃった後のものってすごく困るんですよね。元の形で渡してくれるといいんですけど、だいたいこういうものって中途半端に開ける人がたくさんいて、訳が分からなくなったところで持ち込まれるんで、元の形がもっと分からないというのがパターンですね。だから集計が嫌がるんでね。あ、これだ。これに当てはまるんだから、どっちだ？これがこうなって、こういう感じか。こういう感じだな。だから、多分、よっ、こういう感じでこれでいいんだな。よしと。よしと。よしと。これを刺して、これでハマった。これでこの段はいいと思う。あとはこっちとね、こんだけか、こんだけなので、あとこれを刺していきます。よいしょ。はまらない。電池を入れて、よっ。で、こっちだな。よっ。よし。よし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 。多分こんな感じですね。こんな感じで。な。どこ。どれなんだろうな、どれなんだろうな。あ、こっちかな。うん？この下にもあるじゃん。あ？この下にもあるのは知らないぞ。俺の責任じゃないぞ、これ。ちょっと待った。これ知らないネジが出てきた。知らないことにしとこう。とりあえずこれだと思うので、これだけ入れとこうか。私ができない。どういうことだ。
よっ。これで、あ、もう一個か。もう一個。あ、これなんか緩み止め付き使ってあるじゃん。緩み止めがね、うちにないんですよ。これカワウソ号行くとあるんだけどね。カワウソ号には何でも揃ってて、ほぼ完璧に道具があるんだけど、うちにはないんですね。よいしょ。まあ、いっか。よいしょ。あ、これわかんだかな。最近のこの組み立てやってる人たちはみんな、よいしょ、このドリルドライバー型の電動ドリルを使ってて、インインインとかってやって、ね、終わってきますね。あれも確かに数を打つ人だと必要だなと思うんですけど、さすがにあれを買うまでね、用事がありません。よいしょ、 OK。 ということでこれが出来上がりました。全く汚くなっちゃった、ね、よいしょ。さっきねちゃんと拭いたんですよ。ここをね綺麗に拭いておかないと最悪で、ここに組み込んだ後ね、何も分かんなくなります。でこれ使ってるのは実はただのアルコールなんですね。まあ本当は無水アルコールね、あれを使うといいんですけど、そんなものが私の手元にあるわけがないんで、これはあのコロナの時にね、いっぱい買った、よいしょ、消毒用アルコールを使ってます。まあ、本当のこと言うとね、これもティッシュペーパーなんかで拭いちゃいけなくて、本当はあの不織布とかね、ああいったものを使うといいんですけど、当然ながら手元にそんなものがあるわけがないので適当にやってます。はい、それで次は何をやればいいんだ。これ組み立てていいのかな。これを組み立てて、こっちを組み立てて接続すればいいのか。こっちはね、これで終わるんですよ。こいつで、これを、ああ、これまためんどくさいやつだな。こっちから入れなきゃいけないんだ。これもちなみに中拭いてあります、ちゃんと。中拭いてあるんだけど、ああ、これめんどくさいやつだ。これめんどくさいやつだ。これめんどくさいやつだよ。引っ張り上げておいて、あ、これまた拭かなきゃいけないな。引っ張り上げておいて差し込んでよいしょなんだけど、よいしょは刺さらない。これめんどくさいやつだ。めんどくさいんだよねこれ。よっ、これしょっと刺さってないな。よっ、手が痛くなるやつだ。手が痛くなるやつでね、これは。よっ、よいしょ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 。
やっといてこれで突っ込んじゃっていいのかな。いいんだよな、これだけの問題だよな。これがね超手が入らないやつなんですよ。こっちからしてやればいいんだけどな、そんなめんどくさいことやってないしな。よっ、なんとか伸ばしてやります。よっこらせっと、よっこらせ、よっこらせ、よっ、ねえ、はまった。あ、よっしゃ、いい感じがする、いい感じがするけど、こちらは再び汚れてしまったので、ちょっと拭いておきましょう。なるべくね、汚れがなんかないな。よし、よいしょ、よし、気のせい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 、本当かな。これこっちを先にやっとくもんなのか、分からんな。多分刺さってる、よいしょ、多分刺さってます。それでこっちか、あとはこちらの問題で、よっ、これはここへボコって刺さればいいんだけど、ボコッと刺さればいいんだけど、こいつは一切無視なのか。こいつは一切無視で、んで、この接続だけなのか。ちょっと待てよ、また分からんくなってきたぞ。ここの接続はないのか。あ、え、いや、この接続がないわけがない。ないわけがないんですよ。ここと、こことね、ここを結ぶものが絶対あるはずなのに、ない。ケーブルがない。そんなバカな。おかしいな。よいしょ。考えてもこれがこれに対応しているはずなんだけど、それをまたぐ
またぐしあれがそもそもないよ。ないということはこのままこんな風になってんのか。絶対違うと思うけどな。まあ、いや組んでるかとりあえず。これは間違いないんですよ。ここボコッと入るから。入って、これがこれなんだよね。これがこれだから。これが、間違いないんだけど、他のコネクタって一切ないのかこれ。ああこれ GPS データだな。このユニットは GPS のユニットだ。これしかないってことなのか。そんなもんなのか。絶対これとこれをつなぐシートがあっていいと思うんだけど。これで、これこれこれでいいのか。データ受け渡しこれだけかよ。そうなの。ああでもこれで刺さるのか。そうなのこれ。いやー分からん作りになっとる。これでいいのか。これでいいのか本当に分からないし、知らないネジが出てきてるし、この知らないネジはどこのやつなんだろう。知らないぞ。これが何本なんだ。 1,2,3,6 本。これがこれか。ありそうな雰囲気だなこれ。なんとなくこんな感じだなこれ。よっ。最初のねオリジナルの状態でもらわないとね、発揮してわけがわかんないんですよ。で、途中で渡されるのが非常に困る。これがね一番困るパターンでね、しかも修理では最もこのパターンが多いというね、原型がわからないというやつなんですよ。これが一番困るんだけど、みんな勝手に開けたがるんだよね。ぶっちゃけた話、開けたら最後までやってほしい、じゃなかったら触らないでほしいっていうのが、よいしょ、まあやる方の思いなんですけど、大体が中途半端なところで
けなのこれ本当に届かないじゃんこれ。あんなことないか、届くのか。これが分からない。これはどこを止めてるんだ一体。分からんな。先にこっちを止めるか。よっ。あのデータ受け渡しの。ないというのが信じられないんだけど、わからない。全然当たってないね、これ。全然当たってないんだよね。当たってない。このネジ何じゃ。いらないってことはないだろうな。そもそも何に刺さってたんだこれ。このネジ穴はあるっぽいんだけど、ネジ穴はあるっぽいんだけど、これは一体何のためのやつだ。あ、この後ろか。これか。となるとこれいらねえじゃん。こいつはいらないやつなのか。これでたまるんかな。あ、これで入るわ。これで入るんだったらこれがいらない子か。分からんな。これはとりあえず入るもん。これはやっぱりいいんだ。これがこれもいいんだ。これもよくて、ちょっと待ってよ。これは間違いなくこれを止めるものでよくて、これだな。こっちだな。これがこれか。なんとなくそれっぽい。なんとなくそれっぽいぞ。
先にこっちをつけちゃうと、こいつがアンテナと、これ、これか。そうだな。よっ。回ってたっけ？よいしょ。回ってるな。よいしょ。よしと、これでですね。で、使ってないのが、ディファレンシャル GPS と NMEA だからこれだな。で、一個余るな、ここか。よいしょ。よっ。ということで、一応形は組み上がったんですけど、動作確認はね、というのも、これが電源で、電源なんですけど、コネクタがね、ないんですよ。ないから、12V どうしようかな。まあ、依頼した本人のところへこのまま持って帰ってで、やってみてというのがですね一番正解だと思うので、危ないことには手を出さないことにしておきます。はい、というわけで、GPS プロッター、まあ、すごい古いやつねの修理はこれで一応おしまいということになります。動くかどうかはですねちょっと船の方に持って行ってやってみますので、それをまた撮影したいと思います。はい、それではですね、船につけてみました。ちょっとスイッチ入れてみましょう。スイッチオン。お、映った。さあ、これでお、全部画面が OK になって出てきますか。どうだどうだどうだ。あ、出てこない出てこない。あれ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 。あ、出てきた出てきて、あ、位置も出ましたね。よし、 OK です、治りました。はい、というわけでですね、今回のカワウソ号公開日誌は無事修理成功ということで終わりたいと思います。ただし二度とこういうものは持ち込まないでください。以上です。